こんにちは。ブックニュースのお時間です。改めまして、こんにちは。ですね、こんなにニコニコ話していいのかよくわからないんですけど、今日はですね、アメリカに住むにあたって気をつけてほしいなと思うことを少しお話ししていこうかなと思います。いや、ですね、先日、長女が学校から帰ってきた時に、今日学校の近くで銃乱射があったんだよっていう話をしたんですよ。と思って、学校がちょうど終わったぐらいに銃の音が鳴ったと。で、スカさん、私もそうなんですけど、基本的にこの辺りって花火遊びが好きな人たちが多いんだか、パンパン言うんですよ。それの一種かなって思ったらしいんですよね、スカさんは。で、またパンパン言ってるなーって思ってたら、お友達がこれ銃の音だよって教えてくれたらしいんですよ。で、銃と花火の音ってすごい似てるから、いつもパンパン聞こえてるのって、ほぼ 100% ぐらいな気分で花火だと思っていたんですよ。スカさんのその教えてくれたお友達の家は、プクの家よりももう少しその銃事件が比較的多い地域に住んでいると。彼は、聞き慣れてるっていうか、らしいんですよね。で、それでちょっとゾッとして、私たちも普段、住んでる時にパンって鳴るんですけど、あれってもしかして、全部が全部銃ではないと思うんですけど、10回に1回とか、銃声だったのかなって思うと、ちょっとゾッとするなと思って、危ないよっていう話をしていこうかなと思ったんですけど、甘い。マシュマロがいっぱい出てきた。青い色はもう入れた瞬間になくなっちゃいましたね。この時に紹介したココアボムです。さて、話は戻します。そもそもアメリカで花火ってしょっちゅう上げてはいけないんですよね。で、許されてるのが独立記念日と、つい最近あった、ニューイヤー2日間だけなんですよ。ちょうど日が変わるぐらいの時にみんな花火をするんですけど、基本的には OK だったんですけど、それがですね、この話しようかなと思って、そういえば花火売ってるお店、せっかくだから写真でも撮ろうかなと思ってたら、最近街で見かけないなと思って、で、ネットで調べたら、どうやらもう、去年の独立記念日あたりから花火禁止になってまして、で、カリフォルニアで禁止。なんで、もう街では一切花火売ってない状態になってるんです。なのにですね、この映像ちょっと見てください。年が明けました。私の家からは全く花火は見えないんですけど、花火の音はたくさん聞こえます。上がった。今年は花火売ってないんですけどね。みんなどこからか買ってくるんでしょうね。普通にバンバン花火上がってて、みんなどこで買うんだか知らないんですけど、なんで花火が禁止になったかって言いますと、街のサイトで見た一番の理由は、15歳以下の子供が、やけどとか怪我をする事件がすごい多発してるらしいんですよ。こっちで売ってる日本の花火よりも、はるかに、あなたたちは業者なの的な大きさの花火をあげてるんですよ。で、その業者なの的な花火をあげるときに、距離が近すぎる。で、やけどをする。ということで、禁止理由が一つ目。で、二つ目が、この辺ってもう年に一回ぐらい雨季が来るぐらいで、あとはもう全く雨が降らなくて、カラッカラなんですよね。花火で遊んだ時に、火が移って山火事。もう多分日本のニュースでも結構取り上げられてると思うんですけど、カリフォルニアの山火事って本当にすごいんですよね。以前、私が住んでるこの町も、かなり遠くの方で山火事があったのに、もうずーっと外が、
なんだろう、霧じゃないんですよね、焦げ臭いみたいな感じで、風に乗って焦げ臭さが来てて、まあとにかく山火事になると。でもう一つの理由が、一番最初に言ったこの銃の音とよく似ているので聞き間違えるというのが理由で、まあ花火が禁止になったみたいなんですよね。まあ多分これは州によって違うとは思うんですけど、まあカリフォルニアで特にこの、私が住んでる町ではこういった理由で今花火が禁止になってるんですよ。福が住んでるこのカリフォルニアって調べたら全米で一番銃事件が多い州らしいんですよ。でしかも私が住んでる町の隣町はその中でもこう地域別のランクだと3本の指に入るんじゃないかぐらい銃事件の多い町なんですよね。まあでも今のところこう銃構えてる人に遭遇したりとかはしてないんですけど、まあ何が言いたいかって、お仕事でね、アメリカか、日本からアメリカに来る方とか、まあ旅行ができるようになった時に、アメリカって普通にやばいぞっていう話をちょっとしたくて、この動画を撮ったんですよ、結局。いや、本当、日本は平和すぎて夜出歩いてても、なんかこう、危ないっていうのは、まあないですよね。もうアメリカは本当に日本と同じ気分でこう旅行で行って、夜ね、観光地ならまだ比較的、こう、セキュリティがしっかりしてたりはするんですけど、こういった観光地ではない街で、ちょっと興味本位で市民が住んでそうな、で、そこそこ危険な街は本当に夜危ないんで、出歩かない方がいいですよっていうお話だったんですけど、今のところプクは元気にやってるんで、はじめね、やっぱ来た時に、この辺の街のニュース、まあ今日の朝ラジオでも聞いたんですけど、もう本当に、どこそこで、こう、誰かが銃を撃って、人が亡くなりましたとか、あと、まあ、携帯にね、こう、アラームが鳴るんですけど、こう、子供とかお年寄りとか、まあ、もちろん若い人も、結構誘拐事件もすごいあって、でも、本当携帯でお知らせが来るんですよ。こう、急に、ビービービーってなって、で、画面見ると、こう、おばあちゃんがいなくなりましたみたいな。で、本当に、こう、日本と同じ感覚で、こう、お店歩いてて、で、子供目離してね、自分のショッピングとか夢中になってる間に、いなくなってしまうっていうことがあるかもしれないんで、本当に、もし、旅行でアメリカに来る場合は、まあ、こういうことがあるよと、思いながら旅行することをお勧めしたいなと思ってこの動画を撮りました。今年明けたばっかりなんですけど、今年の目標は何かこう人のためになるようなことをしていこうかなと思っているので、ぜひぜひ、まあこんな話が役に立つのかはわからないんですけど、まあ、もし来るようなことがあればぜひお気をつけください。では終わりにしたいと思います。じゃあね、バイバーイ。